はい、えっ、ー、と、感情とですね、論理の分離ということですよね。2チャンネルのひろゆきさんって、いつもね、正論を言うんですよ。うん、まさに、こんな時ぐらい大衆言語をしてもいいのになと思ったら、そんなことはなくって、いつもね、その通りその通りみたいなこと言うんですよ。で、その通りすぎて、ね、腹が立つんですよね。<laughs> いや、ほんとその通りなんで。でも多くの方っていうのは、感情論で物を言ったり、根拠のないことを力説したりするから人間っぽいんですよね。えー、ダメですけどね、ほんとは。 でもダメなところを抱えながら自分の弱みがありながら自分に隙を作りながらあ生きていくからあなんかねある意味、えー、うまくやっていけるところもあると思うんですよだって、あのー、なんかねこの前ね「うん、と貴重面」っていう動画を見たんですよ世にも奇妙な物語でむっちゃくちゃ貴重面な人が主人公ででね、えー、結構誤字脱字があるようなあの文章を出してくる部下がいてこれまた誤字脱字があるよとか言ったらまた貴重面な。 部長だななみたいな感じで疎まれるわけなんでですよでもその几帳面な部長は当たり前だろうと仕事なんだからと思って全てにおいて几帳面でキャバクラに行っても水がちょっとこぼれてたらちょっとこうくみたいなことをしてね本当にね、あのー、細かいところまで几帳面だっていうストーリーなんですよ。 で何が世にも奇妙なのかというとじゃあみんなが几帳面になったらどうなるのかなって世界に行くと今度は自分がねすごくねやりにくいってことに気付くんですよそうなんですよだから自分が几帳面であるってことは他の人がそうではないっていう関係になり立つんですよねだからみんながパシッとしちゃうと本当にねギスギスしちゃうみたいなねそんな皮肉った動画だったと思うんですよまあ途中から見なかったんですけどねまあそういうのを考えると確かにねうん正論だけでやっていけば 世の中はものすごく効率的にもあるんですけども、あのー、人間はね非生産的なものとか無駄なものに一生懸命なっちゃうからちょっとね人間っぽいんだろうと思うんですよねで完全に AI 化化さされれなないいロボット化されない原因がここにあります、あのー、失敗を許す精神とかそこに対して、えー、新しいね、あのー、ムーブメントを感じるのが人間の面白いところだなと思います現在私はねナイトライダーに出てくるキットっていう車ナイト2000トランザも乗ってますけども 吉田さんも r 3用に乗ってますけどもこれねあの論理的に言ったらむちゃくちゃゃく変な話な話んですよだって新車のむちゃくちゃいいねそれこそ今だったらレクサスとかねベンツみたいなのをいいやつ買えるわけですよ新車でボーンとでもそれをせずに古くて手入れのかかっていつエンジンが止まるか分かんない車しかも見た目にもうもうねボロが来てるよガタが来てるようなのに乗ってるわけですよで移動手段だったら軽自動車でいいしタクシーでいいんですよね でもコストをかけて無駄なお金を払いながらあ駐車場代をね高く払ったり保険を高く設定したりとかして割に合わないことをやってるんですよでもその割に合わないこと以上に自分の感情が満たされるってところがありますよねだからここはね完全に感情と論理を分離できてないところなんですよだからこそ個性っていうのがね引き立つと思うんですよねもうほとんどの人がねみんながね基調面でみんながね論理的な行動したらそこに個性は生まれないんですよ人はねやっぱりね 同じ失敗を繰り返したりとか、あのー、バレてるような言い訳をしたりとか、うん、なんか、ね、そういうところにいわゆる隙があるところに愛着も生まれるのかなって思っちゃうんですけどねだから、あのー、ある時は感情と、うん、論理を分離してある時は一緒になって非合理的だなと思うことをほっとくみたいな、ね、そんな人生の渡り方を今してますね、うん、非合理的なことを私は結構ほっといてるところがありますそっちの方が自分の、うん、浸かるお湯としては温度がいいんですよね で、えー、ある時はものすごくね冷や水を浴びて冷や水を浴びたらあの本当は合理的に良くないんだけどもその合理的に良くないことをしているこ自分に酔うとかねそういうふうな楽しみを持ってるかなってことでございます皆さんはね合理的なことばかりではなくて非合理的なことにもおやっぱりねうん楽しさとか喜びとかね緩さを感じると思いますあとはそのバランスだと思いますあのお金稼ぎに関しましては感情を無視して論理的にいた方がいいですよね最短で結果を出すと。 で人生ライフスタイル全般的にはあの結構ねあのダメな自分も許していくってことだと思います吉谷ちゃさんを見ると多くの方分かりませんか漢字とか暗算とかあのいろんなこと多分動画を見ている方の中でもあれこんなことも知らないのとかこんなことも勘違いしてんじゃないのみたいなことあると思うんですよあるけどもじゃあ自力でお金を稼ぐスキルはどっちかって言ったらもう明らかですよね。 ここがすごくね多くの方のヒントになるところですきちんきちんきちんとやってるはずなのにそれをきちんとやりすぎれば全部ね平均値平凡になるんですよ、うん、だから平凡から離れようと思ってるのに平凡に近づこうとしてるこの曖昧なロジックここからもね脱出する可能性があるんじゃないかなと思いますね私もね YouTube の再生回数とか少ないですよで民謡とか三味線行っても多分ねそんなにねあのー、有名人みたいにお客さん呼べてないと思いますでも会場はいっぱいで予約は チケットがね、もう取れないぐらいになってます。ちっちゃい世界でそうなればいいわけなんですよ。自分には自分の力量がありますからね。まあ、いろいろとお話ししましたけども、皆さんはね、えー、論理と感情のバランス、どのように取ってるでしょうかということでございました。以上です。